皆さんこんにちは。2ヶ月ぶりくらいですね。今日は僕ちょっと休日なんですけれども、うちの親が後で夕食はちょっと外で食べに行くって言ってたので、今ねメイクをしなくてもいいんだけど、動画もちょっとさすがにちょっと撮りたいなと思ってたので、普段してるナチュラルメイクのご紹介も兼ねて、支度すればちょうどいいかなと思って、今回カメラ回しております。さすがに前に動画撮った時からだいぶ時間が経ってるので、使ってるものがもうほぼ全部変わってるって言っても、もう多分間違ってないと思うので、新商品がたくさんございますので楽しんでいただけたらなと思ってます。最近ですね、また肌の調子が良くなっておりまして、最近はなんかやっぱりお肌に負担かけるのをひたすらやめようというのが、なんとなく自己流のメイク方法でして、まあスキンケアでもそうなんだけど、だからベースを塗ることが少なくなって、そもそも僕の肌はなんかベースがあまり合わないらしくて、なんかオイルのコントロールものだったり、カラーコレクトのものだったりとか、いろんなものがあると思うんだけど、こちらのバイテリーというブランドのものの、こちらの美容液の入ったなんか色付きの美容液みたいな、こちらのものをベースとしてなんか使っております。ちょっとカメラでは伝わりにくいんですけど、僕の場合普通は顔が軽くて首が黒いっていうのが普通だと思うんですけれども、僕の場合逆で顔が黒くて首が白いので、特にこう首とかこうやって後ろと前と比べていただくと、後ろはすごく焼けてて、こっちはすごい白いので、それがなんかあまり好きじゃなくて、でこちらのベースこうやっていうちょっとブロンズっぽい色なんだけども、単にワンプッシュで、これをこうやって手に広げてこんな感じ でこれをもう首に塗ります。バイテリーっていうのはバームドローズっていう商品が一番有名でして、リップケアの商品なんですけど、バラの香りのするやつで、これも同じ、そのバームドローズと同じバラの、すごくなんか落ち着くような感じの匂いがします。匂いじゃなくて香りだねバラの香りがします。でこれね、簡単に馴染むから、もう本当に軽くやるだけで大丈夫で、これでだいぶ首の色がこう合うようになったよね。でもう一つ同じやつ、さっきのやつはサニーフラッシュっていう色を首に使って、こちらはアプリコットグローというものになります。本当はね、この商品自体はもっとこれくらいの大きさなんだけども、こちらはホリデーセットで3つ入ってるやつだったので、お試しサイズって感じでちょうどよくて、でさっきのやつは色をちょっとここ黒くするためのやつで、こちらは黄色の実がかかってるので、このニキビとかの赤みをきれいに消してくれるのにちょうどいいので、これは全顔に塗ります。これはパールっぽい仕上がりなんだけども、ニキビ跡とかあった場合なんかもっと強調されちゃうんじゃないかと思われると思うんですけれども、そうじゃなくて、パールのこの粒子自身がすごく細かいので、つけた跡とかこう手がこう見えますよね、こう反射してる感じ。そうですね、これ逆にそのニキビ跡とかに綺麗にこのパールの入って、お肌がより艶やかに、もっと均一になっているように見えるようになります。多分日本のビューティーリッシュでもバイテリーって買えるようになってると思うので、気になる方はぜひチェックしてみてください。高原のファンデーションを使っていきます。ファンデはすごく水っぽくて、少量使うと本当にファンデーションしてないんじゃないかっていうくらいのカバー力なんですけれども、実はというとたくさん量使った方が綺麗な仕上がりになるなという僕は思います。でこちらのスポンジは、YouTuber のニッキートゥトリオルズで皆さん知ってると思うんですけれども、彼女が一回動画で紹介してたこちらのなんかベルベットでできてるこのスポンジでして、なんか本当にこうすごくふわふわのスポンジでして、なんかうちの猫ちゃんの頭を後ろ描いてあげてるような感じのふわふわのスポンジでして、これがすごくいいんですよ。カバー力がすごくあるというか、ファンデーションによってはこのスポンジ使えないのもあるんですけど、この光源のやつはすごく良くて、この光源のこの一番いい使い道は、人間毛穴っていうのは、いろんな方向にあるんですけれども、毛がいろんな方向に生えてるみたいに、でこちらはこうベルベットでできてるな感じで、こうたくさん毛があるんですね。だからこの毛がそのいろんな方向に生えている毛穴に押し込んでくれる感じっていう感じで、自然なのに毛穴を全部埋めてくれて、でこういうもう完璧なこう赤ちゃんのようなお肌を作ってくれます。僕はね、いつもファンデーション少なめ少なめって言ってるから珍しいと思うんですけども、本当にこれくらいの量を取って
一番気になるこの赤みのあるとこにまずこうやって置いて、こう円型に、で今度はまたこう 円を広げる感じでだん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 広げていきます。はい、こんな感じになるんですけれども、さっきの目のスポンジが手に入らないっていう方のためには、ブラシを使えばいいんですけれども、こちらのエッドコズメティクスのこちら7番のブラシになっております。ブラシを取っていただいて、まあ押し込む感じでこういろんな方向からこうやって叩き込む感じでしていただければ、スポンジと同じ効果が得られると思います。今年で25歳になったんですけれども、さすがに目の下の暗さがちょっと気になってきた、年頃になりました。ファンデーション塗ったからそんなに目立たないかもしれないけど、やっぱりちょっとこうカメラで見ててもちょっと暗いかなっていうちょっと気になるので、こちらの NARS の、ラディアントコンシーラー、こちらはミニサイズのものなんですけれども、バニラという、ピンクトーンのコンシーラーを使っていきます。こんな方でも、イエロートーンのコンシーラーを目の下には誰にも使ってなくて、お仕事の時でも、白人の方とかでも黒人の方でも、やっぱり目の下はピンクトーンのコンシーラーを使ってあげるとすごく綺麗になりますね。オイリー肌だからといってマットになるコンシーラーも使ってなくて、逆に目の下っていうのはちょっとパウダーで手助けしてあげれば、そんなにここら辺はテカらないので、逆にちょっと保湿力の高いコンシーラーを必ず目の下に使ってます。だから Mac でお仕事を行ってる時とかは、セレクトモイスチャーコンシーラーか、ミネラライズコンシーラーを使ってます。今はね、こちらの NARS のラディアントのコンシーラー使って、こう指で、指の温かみを使いながら、この一番暗くなってる気になるとこにこう叩き込む感じで、くまけしてるんですけれども。だいぶ違いますよね。なんかこっちにコンシーラー乗せちゃってるので、ちょっとわかりにくいかもしれないんですけれども。最近自分のお客様にも使うのが好きなテクニックが、目尻にこの目の下のコンシーラーを持ってくるということ、ここを明るくしてあげる。でこうすることによってなんかリフトアップ効果があるなという感じがして、顔全体的に明るくなって、こう綺麗な清潔なイメージが湧くというか、そしてこの頬骨がこう、ここの目の下のハイライトがこう続くので、ヘアラインに沿ってなのでリフティング効果があるというふうに感じます。こちらのゲランのメテオライトパウダーっていうんですけれども、僕は3番のミディアムという色を買いました。本当は1番を買おうかなと思ったんですけど、オンラインの色を見た感じで、そちらのものはラベンダーと白と緑みたいな色が入ったやつで、こちらの3番の、ミディアムっていうやつはなんとなくこうベージュとピンクと紫と黄色、こちらを選んだ理由は、とにかくこっちの方が色が綺麗だなと思った理由だけなんですけれども、のちみちそんなに色つかないでしょと思って、その通りで、こちらにしてよかったなと思っています。こちらのスマッシュボックスのシアーパウダーの、ブラシをここに入れて、軽くで大丈夫です。でそしたら少量こうやってつくの でこちらを本当にもうこちらも叩き込む感じで顔に乗せていきます。このメテオライトもやっぱり YouTube の動画で使ってらっしゃる方がとても少ないので、一体有名ではあるけど一体どういう商品なんだろうっていう謎が長年続いてて、ある時、ご褒美っていう感じでついに買ったんですけども、本当に買ってよかったなと思っていて、これ使って顔が全部テカテカになったりとか、このパール粒子が多くてキラキラみたいになっちゃったらどうしようと思ったんですけれども、全然そうじゃなくて、もう全然パールの粒子も顔に見えないくらいで、逆に一番好きな理由はこうパウダーを顔にのせてるような感じが全くしないというところで、これはオイリーのお肌の方でも十分に使えます。なんか僕の場合これ使っても顔テカテカにならないし、メイクも崩れないし、こう近距離で鏡で見てもこうパウダーをのせてる感じがしないので、すごく優秀なコスメアイテムだと思います。次に眉毛やっていくんですけども、まだこちらのアナスイのパウダーの眉毛のものを使っております。前もお見せした時も穴はすでに開いてたと思うんですけど、とても愛用しております。眉頭の方はこちらのオリーブと黄色のパウダーだけを取って埋めていくんですけれども、で眉頭もまだあと一番濃い色を使うのではなくて、オリーブの色だけを使ってこう埋めていきます。で眉頭も埋める時もまだ一番濃い色は使わず、オリーブの色だけを取って、あとは眉だけなんですけど、ここになったら一番こう色を使ってこう軽く埋めてあげます。
男の場合はね、ちょっと埋めすぎるとすぐにメイクしてるの分かっちゃうので、これくらいにしておくと。でもね、少しの違い、とっても本当に今10秒くらいでやったんですけども、かなりの違いが見えると思います。で、今日みたいな日は本当にシェーディングとかいらないんですけれども、せっかく動画撮ってるんでご紹介したいと思います。最近意外と、すごく意外かなと思うんですけれども、とっても気に入ってるシェーディングが、こちらの、KKW、キム・カダッシャンのメイクアップラインの、こちらのパレットになっております。なんかもうこれはね、皆さんもたくさんインスタとかやってる方は見たことあると思うんですけども、ここにすごくクオリティのいい大きい鏡が入ってるのと、シェーディングとブロンザーとハイライトが2つ入っております。僕はね、基本的にこちらは使わないんですけど、これだけを使っていて、結構ね意外だと思うんですけど愛用しております。こうやって、これのすごくいいところは、発色が良くないところ、もう発色が良くないところで、僕シェーディングね、発色が強すぎるものが好きじゃなくて、こうやって重ね塗りを綺麗にできるパウダーが僕は本当の優秀なシェーディングのパウダーだと思っておいて、でこんな感じでなんかもうすでにこう違いが見えると思うんですけれども、そしてシェーディングパウダーの付け方のコツは、どんなブラシ、このブラシじゃなくても何でもいいんですけれども、ちょっと太めのブラシを取って、こうシェーディングさせたいところにこちらでこうやって叩き込む感じで乗せてください。前まで僕もね、こうやってゴシゴシしながら乗せてたと思うんですけれども、そうじゃなくてこうやって叩き込む感じの方が、重ね塗りができるんですよ、こっちの場合。最初にこう全体的にこう色を乗せて、でだんだんこう鏡で自分のを見ながら、あ、ここをちょっと足していきたいなと思うとこにこうやって叩き込む感じにしてあげると、ブレンドしながらこう色を徐々に足してくれます。昔シェーディングはよく、3の形よって言ったと思うんですよ。こちらのヘアラインを沿って、このまんま耳に持ってきて、頬骨に乗せて、また耳に戻って、で、顎ラインに持っていく。っていうのがシェーディングの方法だと思うんですけれども、僕の場合、シェーディングは、ここ、ヘアラインのこの、こめかみのあたりは、完全に避けるのが好きで、なぜかというと、この目の下のハイライトをそのまま、ヘアラインに持ってきてあげて、ここせっかく明るくして頬骨が高く見えるのに、ここにシェーディング入れてしまうと逆に顔が丸く見えると思うので、こちらのヘアライン、ここ眉がし、この眉毛のこの一番高いとこから、ヘアラインに向けて持っていってあげて、ここを飛ばして、で頬骨に持ってきてあげて、もし僕の場合顎ラインを今日は乗せないんですけども、乗せたい方は乗せていただいて、で、ここの右の部分も避けます。で、こうやって乗せる感じ。そうすることによって、こう、今、皆様にこうやって画面見ていただいてもわかると思うんですけれども、こっちの方が頬骨が、こう、キュッと高くなってるのが、ほのかではあるんですけど、見えると思います。もう一度、眉毛のこの一番高いとこから、これも同じように叩き込む感じで、ヘアラインに持っていって、ここは飛ばして、頬骨に、そして必要な方はこうやって顎ラインに乗せていただきます。そうすることによって、本当僕の顔が丸顔なんですけど、ちょっとキュッとした感じになったかなと思います。今年もちゃんとベスコスの動画を撮りたいなと思っているので、その時にいろんな見つけたこのちょっとお宝的なこうブロンザーとかシェーディングがたくさんあるんですけども、そちらを紹介したいと思います。全部今日紹介してしまったらその動画を作る意味がなくなってしまうので、ぜひお楽しみにしていてください。で、今日はちょっと軽めにしたいので、こちらのシャルト・ティルバリーのフィルムスターブロンズ&グローというパレットを使っていきます。すんごく綺麗だよね、これ。そんなにね、高くもないの、このブランド、アメリカで買うと。そして彼女のこちらのコントアブラシみたいなものを使って、こちらのブロンザーにのせて、ちょっとね、ラメが入ってるんですけども、これラメが入ってるパウダーっていうのは、実はというと、この商品を製造するときに、このパウダー自身を、ラメを使うことによって少し柔らかくなって、ブレンドしやすくなるので、で、こちらはちょっと色を足す感じだけ。さっきのね、キム・カダッシャンのやつは、すごいグレートーンで、もうシェーディングオンリーなので、色が全くないというか、だからこちらを足してあげることによって、さっきの灰色を肌にちょっと馴染ませてあげる感じ。つけすぎた場合は、これでちょっと、バランスを取る感じでも、ちょうどいいかなと思います。
もうすぐちょっと仕上がりなんですけども、チークはこちらのシャウトティルバリーの、ピオトークというもので、こちらは限定のもので、もう出てはもうすぐに売り切れるというもので、また今再び売り切れてて、また出てくるかどうかわからないんですけれども、この外側のリングがちょっとカメラで映ってる色と僕が肉眼で見てる色とちょっとだいぶ違うんですけれども、これ肉眼で見ていただくと赤に、茶色、そして紫、素3色を全部こう綺麗に混じったような感じで、なんとなく梅干しっぽい色、明るい色の梅干しなんてちょっと黒めの色の梅干しってありますよね。それっぽい色、中身がなんとなくお肌色に少しピンクを足したような感じのちょっとラメの入ったあのやつになっていて、チークで最近気に入っているブラシが、これ前も違う使い方で紹介したと思うんですけども、メイクアップフォーエバーの160番、こちらの使い方は彼女はこうやって外側を回して真ん中にポンとしてから乗せるという感じと叩き落として、付け方は、ここにシェーディングがありますね。そしてここがちょっと光で反射していると思うんですけど、ここが僕の頬骨の一番高いところ、それの間にこうやって乗せてあげる感じ。あ、これでだいぶスリム効果が今すごく見えてると思うんですけれども、ここの光をちょっと取って、チークで取ってあげたので、ここがもっとキュッとしてるのが見えると思います。こっちはちょっと光が反射してるのでちょっとふくらしてみますよね。こっちの方がキュッとしてる、ここが光、ここが影、その間、この色自体がですね、なんかおばあちゃんすぎず若い子すぎずって感じでちょうどいいんですよ。バランスがちょっとロマンチックな感じの色で、も今日みたいに何でもない日にとっては僕ちょっとハイライトはもうこれで十分のツヤなので、これ以上足したくないので今日は飛ばします。でも今年ベスコスで紹介したいもうハイライターは選んであるので、それもぜひお楽しみにしていてください。で、これはちょっともう僕の肉眼にしか、自分でしか見えないくらいなんですけど、ここにちょっとさっきゲラのものを足してちょっとパウダー感が増えたので、それを取るためにこちらのオモルディクサーのクイーンオブハングリーミストを乗せていきます。ここもう顔の中心はもういいので、頬だけに乗せていきます。オモルディクサーっていうのは結構高級なスキンケアラインですけれども、今までのスプレーの中で一番いい香りがしますね。で、これはもうやってもやらなくてもどっちでもいいんですけど、ちょっと唇は乾燥しているので、こちらのトムフォードの発音ができます、できないんですけど、01番のリップバーム、ね、色はほとんどつかないんだけど、エスティローダーとトムフォードのリップが一番すごく好きで、リップバームであろうと口紅であろうとすんごく柔らかくて保湿もされるのでお気に入りです。はい、という感じで今日の仕上がりはこんな感じになりました。今日の動画はもう単にナチュラルメイクだったので、女性の方でも男性の方でも皆様に楽しんでいただけたかなっていうふうに思ってます。多分クリスマス前に出す動画はこれが最後だと思うので、皆さんぜひ楽しくて安全なクリスマスを過ごしてください。で、今日も動画をご覧いただきありがとうございます。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。